では座って始めてください。あ、今アイス今食い始めんのマジか。まあいいや、じゃあとりあえず食い終わってからやりましょう。ゆっくり食べていいよ。はい、というわけで今日は、週末大会は中止ですね。メガレイジ、ミドロクチのメガレイジで、先日ご移転でも関東の最終予選をやりましたあの BB タッグの、全国大会ブレイバードリベル2019が、明日、決勝大会を迎えるわけなんですけども、その前夜祭的な感じとね、後夜祭的な感じで、前夜祭的な、今日、は BBCF の、シングル大会が、急遽開かれるということで、まあ、一部の常連がそちらの方に、行ってる関係で、まあ、今日は人数集まらずみたいな状況になっております。ちなみに明後日は確かサムライスピリッツと、ファイティング EX レイヤーかな、シカ2のね、ファイティング EX レイヤーってなかなかやっぱ大会やる機会がないんで、まあいいんじゃないですかね、こういうタイミングでやるのはね。まあただ今日おそらくそのメガレイジさんはネシカ1があったかどうかちょっと怪しいんだよな、だからネシカ2でね今日 BBCF の大会やってる可能性もあるんで、ここはちょっとねネシカ1に慣れてるプレイヤーからすればやりづらいかもしれないですけどね。まあとりあえずハズレがゆっくり食べて、あ早い爆速で食ってる。いやチーズケーキだから食べやすいんですよ多分。いやマジであのかき氷系の方は多分そんなに急いで食えないから。はい、じゃあ、1P 側がアボンナオト、 2P 側がハズレナオトです。ナオト黒金、ナオト黒金。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. Yeah, it's a mission. Flash, Kaido. Yeah. This guy, how is he? Hey. はい、というわけで、さっきのジョヤで5ウィンが見えた気がするんですけど、まあ、どっちが5ウィンしたかどうかは別によく言えませんけどね。このナオトキャラ戦です。赤いのが、アボンナオトで、今ちょっとグダグダしてる金髪の方がハズレナオト。見えて軽いな、そら見つかっせ。あー、立ち火指導だが、そこは繋がんない。さあ、中段通る。ここはコンボできませんね、ちょっとミスが多い。まあ、いつも通りですね、割とこのグダグダした感じになりますが、さあこれは、バース使わずというところですね。まず1本選手したのはハズレナオト。レベル2アクション。さあ、この前もねちょっと、割とこだわりすぎて、見捨てたイメージが多かったんですけど、この中身石井タイプカウンターのね前ジャンプじゃ石井広いです。さあ、ナオトナオトはちょっと難しいか。ここはバーストしていくわ。まあ今バリが見えたんですけど、おっと気づけない。いや、今しかも冷静に OD で、倒していきまして、まずは、ハズレナオトが勝利となります。というわけで最近ね、BBCF、大会はなかなかやれない状況が、なんだかんだ続いてしまってますね。
まあ、ご意見、今、SOB、予選が、ね、全国でやっておりますけども、ご意見は一応、最後の大取りということで来月11月ですらない12月の予選と、なっておりますのでね、まあ、11月はそれに出る人たちはね、まあ、リハビリで CF 触っとけよみたいなところはちょっとあるんですけど、そもそも組む人はいないみたいなことも、ちょいちょい聞こえるんでね、まあ、そこはチーム戦 3-on-3 の面白いところ、面白いんですけど、まあ、その敷居が高いという意味では難しいところもありますね。さあ、2試合目はさあ CA 使っていくが、 CA 使って画面端維持までは良かったですが、ここで押し返していく。さあ、あれ、ワンピー側からもコンボできなくなっているが、ここは安定、コンボで倒していきます。1本選手したのは外れの音。レベル2アクション。さあ、ここしゃがみくらい逃さない、しっかりコンボを決めていきます。さあ、これは流れるような中段だが、リーパーが出てしまう根元ヒットだが、ちょっともったいない感じですね。じゃあバーフを使って画面端維持まではいいんですが、あっさり変えられてしまう。さっきと同じ状況だ。さあ、これは今テクい感じに行こいました。あ、いい判断ですね。さあ、しっかりラッキーハンドゲージを使って、倒し切っていきました。これは、まあ、A 波が乗らない時とかね、 100% ある時とかやっぱああいうのは重要ですね。さあ、3戦目カード、通ってませんが3戦目です。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action。さあ、そらそらして裏に回ってしまうが、さあ、カイドウ当たるが、これは問題ない。さあ、西井太君、さあ、西井がタッチに化けてしまったが、まあ、コード関係もあるし、やっぱ難しいですよね。こうすればリターンでかいのは間違いないんですけど、ちょっとね、内容的にはまあ、私だったら採用してないなというところですけど。さあ、このコンボ好きですが、どうなんだ。これはアクティフローも乗る。うん、惜しい。さあ、すごい中段から伸びたが、空中ガード、6A を空中ガードしましたけども、殿下の方と立ち火素振りがね、引っかかりました。ディレイしっかりかけていきましたが、さあ、安く済んだ。1回側押されたから2回目出さないっていうのがもうダメですね。1回側押されて2回目もう1回出すんだよっていう、出すんかいっていう感じでね、読み合いですね。1回通んなかったから次別の選択肢っていうのはもう本当思うつぼすぎて、やられる側としては楽ですよね。さあ、ジャンシーカウント。さあ、ここもちょっと判断悪いですね。あの打点の高さではさすがに無理だということは、やっぱり、判断したいところ。おお、かっこいい。あ、さあ、ここは
やり込みの差が出た。1-1でファイナルラウンド。あ、今のでもクルセイダーね、ドンピシャでしたね。本当に搭載してましたからね、1-2と全く同じタイミングで出た感じでしょうか。なかなか見れない状況、かっこいいですね。昇竜系のやっぱ総裁はね、昔からテンション上がるんだよね。わかるかなこれ、ギルティギアとかね。さあ移動起き上がりはしっかり潰して、そしてスライドペインで1入れ替えまでバッチリ。カメラ継続、クルセイダーで返す、立ち見カウンター、ジャンシー当たる。さあ出ません。今裏回りよく倒した。さあ暴れ潰したチアガドシャが、西井対空がやはり当たる。さあ今結構自殺ムーブでしたけど大丈夫ですか。さあこれはガオされて間に合ってしまう。 CA で返して中段ガード。さあ対空は自分はされないと言わんばかりにバリアガードでがっちり固めております。タメジャンディガード。さあまだわからない、お互いタメジャンディガードして出しクルセイダー。おここで補正を切るが、さあどういうミスなのそのタッチから 6D っていうのはと思うんですけど、何はともあれもう一回中段を通しまして、ここはもぎ取っていきました。21。さあカード通らなかった時に勝っちゃうみたいな、よくあるパターンですね、これね。まあつっても段位は相当離れてるんで、そこまで切迫したあれではないんですよ。5段差ですね、18段と23段となっています。今日のナオト同キャラ戦は現在は 1-2 です。9段通る、ここは成功したか、いい感じ。さあレイド、まあ、ここはもう A 波乗らなくてもそんなにね影響ないです。おっと探し対空はスカル、クルセイダー落として、おい勇気、勇気というかナオトのよくあるムーブ。ノーマルジャンディーからの立ち絵はクルセイダー。さあ中段通る、今日は中段がよく通ります。どうする、普通にクルセイダー残る CA。 さあ CA とかノーマルヒーターが甘えということでね、そのままダッシュディクルセイダーで突っ込んできました。まあ、確かにこれだけ昇竜が超性能してるキャラなんでね、まあ CA にゲージ回すのはちょっと確かにもったいないかなという気がしなくもないですが、まあ、無理して A で返すっていうのは重要ですね。アジュタイクガード中段通った。さあここはちょっと怪しいが、ここも中段通る、今度は大丈夫。さあ様子見していくが、なぜかバックセクターの方に立ち上からのコンボが入ってしまう。クルセイダー入れて立ち上からダッシュ、うまいね。ディバインスマッシャー、ディバインスマッシャー、ここはしっかり決めていった。1次ファイナルラウンド。あ、動いた。さあ、どうして高いな、高いですね、これ最大じゃないか、3800。そして、今移動機上がりはやっちゃダメだってなるんですけど、やっぱりまあね、この橋の圧があるんでどうしてもやっちゃいますよね。まあ、ここを逃さないのが重要ですけども。さあここは安定して返していきます。中段当たる、
さあ、どちらもガードできない。ダッシュ6へ。さあ、完全に、うぇー。何ノーマルクルセイダーとか打っちゃってんのみたいなね。エンハーは強いでしょみたいな。まあでもリーパーがあるから、まあ、そこはあれですかね、読み合いになりますかね。まあ、リーパー空中くらいしたところで別にみたいな感じだから、割とダッシュクルセイダー重ねる分には悪くない選択肢な気がしますけどね。さあ、探し対空がそのままいったが、これがエンハ乗っていない。ちょっと安く済んでしまったが、まあまあでも悪くないでしょう。これはあい貫通しないやつですね。さあ、お互い気まずい状況になるやつですけども、そこからおもむろに投げていく。カメラジ中断。さあ、お互いやはり 6A が通ります。さあ、どうしてここのコンボはしっかりしてるのは、やはり外れ側の方か。そして、するが、やはり何も起きない。これはダッシュクルセのミスか。ずいぶん難しいコンボ選択でしたね、今。難しいコンボ選んだな、わざわざ。さあ、一歩前進したのは外れ。まあ、普段から高いコンボとかね、いろんな拾いの練習してる人からするとやっぱりなんか安定コンボって概念がないというか、自然と見せコンボっていうかね、低いコンボを連続してしまうんですよね。あー、これは痛い。今のはエンハー乗らない省エネコンの割には相当減りますね。4300、安定コンボであれだけ減るとなるとでかいですね。めくりジャンビー、これしっかりスライド立ち、エンハカイド、ここはやり込みがしっかり出た感じで一気に持ってきました。さあ、セットカード1-4です。お先に大手。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. さあ、開幕ダッシュロケやりに行くぞ。ここでとうとうガード。とうとうガードください。それでここは中断取ります。これは確定ですね、反撃が。メリコンザカイド。そしてお得意のワンピー側に回り、お得意のワンピー側と火力が高い。さあ、エンハクルセはさすがに、お互い見せすぎたかバレました。お、これはだいぶ頑張ったじゃないですか。次に残る、そうですね、次に残りますが、さあ、もう何当たっても倒せるということで押し込んでくる。あ、うまい。お、しかも1入れ替え。さあ、ちょっと安いがまだチャンスはある。お、空中ヒット。ここはなんとかアドリブでつないでいくが3点届かない。さあ、オーディー使ってきますが、立ち絵にクルセイダー一本練習したのはアズレ。さあ、リーチ。あ、いきなり試合が終わりましたね、今。上りジャンシーカウンターでしたけども、普段。さあ、シュッシュして中段、中段。さあ、ジャンエー指導である。うわ、なかなかレアな。さあ、探しが三振にバケルマン。
お、 お互い攻撃当たらない。さあぐちゃぐちゃと A ボタンでお互い打ち合っていきます。さあここはさあペインで終わったかと思って、もう次の話をしようと思ったらまさかのそこはノー倒しきれなかったですか。11でファイナルラウンド馴染みカウンター。さあ今の惜しかったが、お互い馴染みカウンター。うわーすげえ広いだ、マジか、これはだいぶおしゃれですね。600カウンターから減る挑戦。さあコパコワコワからさらにコワコワで返していく。じゃあ西カウンター。さあ西カウンター、ここまたエンハ乗っていない。さあもったいないですね。そして今のはノーマルヒットでも反応したジャンプ B。 はい、というわけで一組目決まりました。勝利したのは1号でカズレナオトの方の勝利となります。おめでとうございます。アボンはこれどうします、これ全部